皆さんこんこにちは、のの栄養学のお時間です今日のテーマは注意食品添加物トップ5についいててお話ししていきます食品の保存性を高めるためにね、こう発展してきた食品添加物ではあるんですけれども普段の生活の中で摂りすぎている人も多いと思いますなので今回は日常的にね、食べることを避けた方がいい食品そして食品添加物についてお話をしていきます とはいえこう全ての、ね、食品添加物を避ける必要はないんですね。というかかなりそれは難しいです。なのでこう知識として知っておいてほしいなっていうふうに思っています。では早速、第5位。これは質の低い調味料なんですね。まあ、ねあの例えとして今回はお醤油をあげてますけれども、まあ、伝統的な製法で作られているお醤油はですね原材料がとてもシンプルたった3つですね。丸大豆小麦 お塩のみから作られています。そして熟成期間に関しては1年以上。まあ、製造方法もね、まあ、本物のお醤油はこの醸造用のこう木樽でね、こう希少価値がこう高いもので作られていたりします。ポイントとしてはこう一定の温度でね、安定した酵母菌とかこの有用微生物がこう活発になるっていうねこの環境下の中で作られているものが非常に多いですね。まあ、醤油を例に挙げてみると。 まあ、まず丸大豆ではなくこの脱脂加工大豆を使われているってものがね、まあ、スーパーとかで見てみると結構多いですね。脱脂加工大豆っていうのはこうね大豆を絞ったカス残りのねものなんですよね。そして長期的な発酵ではなく簡易的に作るということなんですけれどもまあねこの1年以上発酵にねお時間を使うというよりも、まあ、短期的に、まあね、3ヶ月とか短い期間で簡単にね促進。 発酵促進剤を入れたりとかして作られていたりします。毎日ね、口に入れる調味料の質っていうものをね、見直すことは、この健康を維持していくために非常に重要なので、まあ、ぜひ意識してほしいんですね。そして、まあ、どんな材料が、あの原料が使われているかっていうとですね、まあ、これ見ていただくと、まあ、まず脱脂加工大豆ね、この大豆を絞った残りかすですよね。そしてアミノ酸液、こう表記方法がアミノ酸というふうに書いてあると、 なんとなくね、こう体にいいんじゃないかなっていうイメージを、イメージなんですけどね、しがちなんですけれども、まあ実際のところ、タンパク質を塩酸で分解している。そしてそのタンパク質の原料が何なのかっていうのがね、わ、まあ、からなかったりとかもします。あと、まあ、ぶどう糖、火糖液と、これね、よく聞きますけれども、まあそういったものも入ってますよね。あのー、食品添加物って何かっていうとですね、まあ、キッチンにないものなんですね、一言で言うと。 なので、お料理をしている中で、あ、じゃあちょっとサッカリンナトリウム入れようとかないじゃないですか。うん。で、こうね、あの、そういう基準で見ていただいたらいいのかなと思います。あその調味料について詳しく知りたい方は、他の動画で、あのね、詳しくお話ししているので、ぜひそちらも見てみてください。そして続いて、第4位。インスタント食品、レトルト食品ですね。 まあこれはね、だいたいみんなそうだよなっていうふうに思うと思うんですが、まあ、おすすめできない理由としては、まあ、非常にね、保存性が高いですよね。まあ、コロナ禍になって、結構ね、こうスーパーでインスタント食品買い占めとかってありましたけれども、まあ、それはなぜかというと、保存性が高いので、あのー、保存が効くっていうね。まあ、ただ、それと同時にね、食品添加物っていうのもね、あの増えます。あと、レトルト食品っていうのは、まあ、非常に便利でね、あの常用する人も多いんですけれども、 まあ、毎日のように食べるっていうことはねあまりおすすめはしませんそれよりはこう時短料理とかね作り置きっていうものをねぜひこうマスターしていきましょうはいそして第3位ハムソーセージベーコンですね皆さんこれこういったものは結構食べますか、まあ、こう習慣としてね朝ごはんで毎日食べるという方もいるかもしれないんですけれどもアショウ酸ナトリウムっていうのがね実は入ってます これは発色剤としてハムとかソーセージ、イクラとか、あとたらことかね、そういったものに入っていることが多い食品添加物なんですね。そしておすすめができない理由としては、まず発がん性物質っていうのが確認されています。高エ g ジ食品ってことで、高エ g ジ食品ってあれですよね、老化とか糖化をね、まあ、促進させるっていう、まあ、そういった食品にもなるんですね。 極端にゼロにするっていう考え方よりも、まあこうね、食べる頻度とか量、まあこういったことを考えて食べるっていうことがね、とっても重要です。老化とか糖化について詳しく知りたい方は、他の動画でお話ししているので、そちらもぜひ見てみてください。そして第2位、これは防カビ剤ですね。まあ、ポストハーベストっていうふうにも言われます。これ何かというとですね、 まあきつ類とか果物類、まあ、収穫した後に、まあ、使用される。まあ、要はね、腐敗とか、変質のね、防止を目的としてるんですけれども、まあ、食品衛生法では、農薬っていうものではなく、食品添加物として使用が認められています。まあ、特にね、こう皮ごと煮込んだりとか、スライスして食べるときには注意が必要です。そして、おすすめできない理由としては、 まあ、日本でのね、使用っていうのは禁止されてるんですよね。ただ、こう海外輸入品に関しては、まあ、認可されているということでですね、まあ、海外産のものっていうのは、たいこう船、船でね、こう輸入されてくるんですよね。ということは、つまりこう輸送の時間がかかるっていうことですよね。なので、こう長期的にねこう、輸送が見込まれる食品に関しては、まあ、特にね、この国産の方が安心して食べられるっていうふうに言われています。 まあ代表としてはね、大豆とか、まああの、国内、日本国内で食べられてる大豆って、大体が、まあ、海外から輸入されてるものっていうふうにあのデータとしても出てるんですけれども、じゃあどういうところから輸入してるかというと、アメリカとかブラジル、カナダとかね、まあ、そういった遠いところからあの比較的に輸入がされてるんですね。っていうふうになってくると、船に乗っている時間、非常に長いですよね。 はい、なので、まあ、ポストハーベストとかが使われているっていうね、まあ、現状があったりとかします。そして第1位、これはブドウ糖果糖液糖ですね。別名、異性加糖なんて言われます。おすすめできない理由としてはですね、糖尿病、これね、糖尿病予備軍含めると今、1370万人いるっていうふうに言われています。まあ、中高年にになってくるとですね、まあ、4, 5人に1人。 人口の20%から25%ぐらいの方が、まあ、この,、ね、あの糖尿病、まあ、予備軍になってくるとある事例としては、ね、この部活の水分補給のためにスポーツドリンクを、ね、こう1年間継続的に飲んでいたら昏睡、まあ、状態になったということもあったりしました一日にとる砂糖の目安の量ですよね、まあ、こ,のこれをこう清涼飲料水1本でまあ超えることもあるっていうね、まあ、これちょっと頭に入れておいてほしいですね 食品とか、こうあの、ね、飲料水の砂糖について詳しく知りたい方は、他の動画で詳しくお話ししているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。では、今日のまとめです。ランキングにしていきましたけれども、第5位、質の低い調味料。第4位、レトルトインスタント食品ですね。第3位、アショウ酸ナトリウム、ハム、ベーコン、ソーセージとかね。そして第2位、防火備剤、ポストハーベスト。 そして第1位、ブドウ糖加糖液糖ですね。はい。皆さんどうでしょうか、まあ、食べている、ね、頻度とか、まあ、そういうものもね、ぜひ見直すきっかけとして、あのね、チェックしてみてほしいなっていうふうに思います。今回は避けた方がいい食品添加物についてお話をしました、まあ。ぜひ気になったものからね、あ、これできるなっていうところからトライしてみてください。感想は全て読ませていただいてますので、ぜひコメントもらえると嬉しいです。 それでは今日は以上です。